導入当時のハジア4、4I1991 号機導入当時のハジア4、4I1992 号機塗装変更後のハジア4、4I1992 号機、1970年、頃ハジア4、4I1992 号機、マイリンゲン駅ハジア4、4I1991 号機スイス国鉄ハジア、100系電気機関車は、スイスのスイス連邦鉄道、 スイス国鉄の1メートル期間の路線であるブリューニック線で使用された山岳鉄同様ラック式電気機関車である。なお、本機はスイス国鉄の称号改正によりハジア100型となったものであるが、現車は廃車となるまで当初形式のハジア4、4I 型のままであった。スイス国鉄の唯一の1メートル期間の路線である ブリューニック線は1941から42年の、電化後は16両ので4、6系荷物電車が列車を牽引していたが、本機は輸送量の増加に伴って、より強力な機関車が必要となったために1953年に、ハジア4、4i 型として2両が製造された、ラック式の電気機関車で、車体、機械部分、台車の製造を、SLM、電気部分、 主電動機の製造 BBC と魔法が担当し、高圧タップ切り替え制御により1時間定格出力1 7 0 0ット、牽引力137、186kN を発揮する協力機で最大勾配120パーミルで120トンの列車を時速3 0トルで牽引可能な性能を持つ。なお、それぞれの基板と SLM 基板、製造年、機体名は、 下記の通りである。ありがとうございます。